大阪市内を拠点とした SNS 型投資詐欺グループ100人以上が逮捕された事件。警察は昨日、詐欺未遂の疑いで公開手配をしていた沢野大河容疑者を逮捕しました。沢野容疑者はグループのリーダー格とみられていて、 SNS で知り合った20代の男性から投資商材の代金などとして現金を騙し取ろうとした疑いが持たれています。沢野容疑者は詐欺をしているという認識はなかったなどと容疑を一部否認。これで一連の事件の逮捕者は107人となりました。大阪府警によりますと、今年8月までの被害件数は516件と、去年の同じ時期と比べ400件以上増加しています。さらに被害額も65億円を超えるなど、被害の深刻さが増しています。こちらは天神橋筋商店街。投資詐欺気をつけてください。はい、ありがとうございます。はい、警察官や区役所の職員らが詐欺被害防止を呼びかけました。その手には詐欺が急増と書かれたチラシ。深刻さを増す SNS 型投資詐欺に特化した呼びかけが今回初めて行われました。投資運用の心理をついた詐欺ですので、安易に簡単にたくさんお金を儲かる方法はありませんので、そういうところには気をつけていただきたいと思います。投資詐欺気をつけよう。